日産のアリアですね。これね、コンセプトカーじゃなくてもう発売されます。2021年に発売されます。これはね、あのカッパー色、あのね、同化色のモデルになりますね。さっきね、あのシルバーのやつをちょっと見てきました。やっぱこの日本のデザインを要所要所に組み込まれてるなと。ほら、ここデザインとしてはね、すごい近未来で、スタイリッシュだなという感じはしますね。まあ、一番安いモデルで500万円ぐらいからという、お話ですが、実際はね、まあ、600とか、650とか上のグレードはなってくるんじゃないですかね。やっぱこの辺のデザインってね、売れ筋ですよね。SUV、売れに売れてるトヨタのね、ハリアーとかね、ああいうのにデザインがちょっと寄ってる感じはしますね。これ E4 ですね、このモデルは。まあ、四駆なんですけども、まあ、山道を走ったり、だけじゃなくて、やはりタウンユースでも、似合うようなデザインということで、いやー、すごいですよね。さっきね、ちょっとシアターの中撮れなかったんですけど、あの中でこの紺色のアリアが走ってたんですよね。それがね、すごいかっこよかったです。紺色もおすすめだなと思います。で、やっぱりこの電気自動車はね、これからの、時代に先進的に、誘導していくといいますか、やはりガソリンも残ると思うんですけど、この電気自動車がやっぱ主体になってくるんじゃないかなという感じがしました。もちろんね、自動運転、これプロパイロット2で、まあ、高速道路の方では、手放し運転ができるということです。私ね、ちょっと先ほど日産のスカイラインのハイブリッドで、高速道路の方を、試乗してきました。まあ、それちょっと撮影がダメだったんですが、結構ね、手放し運転最初はすごいちょっと心配だったんですが、もう5分ぐらいしたらね、もう信頼を置けるような感じで、腕を組んでもね、大丈夫ということで腕組んだりねしてました。で、ひょっとしたらおにぎりとか食べてもいいんじゃないかっていうぐらいのね、安心感がありましたね。で、そういったね、最新機能のプロパイロット2、自動運転がこのアリアにも搭載しているということですよね。まあ、ガソリンエンジンでもシステムさえ揃えば、プロパイロット2というのはできるんですが、これはさらにその電気自動車だということですよね。電気の力だけで、まあ、このバッテリーですよね。このバッテリーが大容量、これは90kWh ぐらいまであったんやかな、一番大きいのは。もうそうなってくるとね、もうほとんど電池なんですよね。このやっぱボディサイズになっちゃったのは、やっぱその辺の電池問題っていうのがあるみたいですよね。このサイド面、ここから、充電するんですかね。で、このホイールね、アルミホイール、これがすごいやっぱクオリティとデザインを両立させたような美しいデザインですよね。5本のスポークがちょっと隠れてるようなデザインですよね。こんな感じのパネルで今説明してるんですけどね、車内撮影 NG なのかな、遠目からなんで OK なのかな。これの回転が、横でできるみたいなんですけど、はい、こちら赤いアリアですね。結構ね、メディアで出てるのは同化色のね、カッパーのツートンが多いですけど、赤が欲しいっていう方はこの動画を参考にしてくださいね。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。赤黒はどうでしょうね。結構ね、これアジアの方、中国の方にも北京、モーターショーがありましたんで、そっちにも受けるように、結構ね、中国の方って赤色とか金色が好きですもんね。あ、それで Z の黄色やったのかな。なので、ほら、まあ日本人も赤好きな方いっぱいいますんでね、参考にしてみてください。お、出ました、青い、アリア、かっこいいね。アリアの紺色、おお、いったいった、いってらっしゃい、アリアさん。
カリア様が通っていく。あと後ろついていってもええんかな、これは。ひょっとしてアリア様、アリア様のおなーりーっていう感じ。林の中を抜けるアリア様。おー、かっこいいね。結構完璧な映像が撮れたかもしれない。室内に入っていきます。はい、また戻ってきました。向こうね、結構人が多かったんで、こっちで並んでます。はい、お願いします。リターリアがですね、鍵を持っていれば近づくだけで車のロックが解除されるアプローチアンロック機能ついています。はい、私今鍵持ってるので。どんな鍵なんですか？このような今は。あ、こんな鍵なんですね。何も押さずに解除されるのでやってみたいと思います。少しカチャッと言ったんですけど。あ、今音鳴ったんですね。はい、それが開きます。あ、ありがとうございます。はい、あ、ちなみにあれなんですかね、このCM でこうなんか操作してた、はい、まあ、これでこれはまだ違うんですね。なので、こちらは。ああ、そっか、わかりました。これでできるようにみたいな。あ、そっか、開けっぱなしですよね。はい、開けっぱなしにさせていただいております。はい、あ、すごい、すごい。座席も座席も上もすごいわ。開放感ありますよね。あ、やっぱ電池が下にあるからちょっとこの高さなんですね。そうですね。あ、うわ、すごい、かっこいい。かっこいいですね。で、こちらがナビゲーションがスマートフォン感覚でサクサク動きます。はい、スクショしたり、拡大したりもしていただけます。はい、でこちらの見どころといいますか、ポイントが、はい、こちらのマップを運転席側にスワイプさせることもできます。あ、こうできます。やってみます。あ、2本指で、はい、おあ、こっちに残るんですね。残ります。あ、なので、あの、もう 3D になってますね、向こうはね。はい、見たまま運転することができます。でエアコンのスイッチなどはこちらで触るとオレンジ色に光るので、はい、それで作動します。あ、どんな色になるんですか？ちょっと触れないですね。できないんですけど。あ、わかりました。はい、申し訳ございません。あと、こちらワイヤレス充電器が搭載されておりまして。あ、はい、地位がね、携帯置くだけで充電する。はい、あ、そこにね、はい、これで、あの、なんかジェスチャーコントロールというか、はい、あれがあるって聞いたんですけど。はい、あの、音声の。あ、音声ですか。あ、なんか手でこうふわっと。あ、そういうのはないですね。あ、そうですね、今の段階では、あの、できないのですが。わかりました。あとは声で、音声で反応するアレクサの機能。ああ、アレクサついてるってさっき聞きました。はい、ここ家のマイプレイリストのミュージックをかけて。私が新登場したエミリーバーのルークスについてご紹介したいと思います。このような形で。これは Android ですよね。あの、iPhone とか。うん、iPhone とかではないってことですね。Alexa。Alexa はですね、家のはいはい、ホームデバス、テレビつけたり、エアコンつけたりとか、で、家とつながっている機能、はいはい、になっていまして、携帯とつながっているかどうかは分からないですが、はい。あと残り2分なので、はい、ぜひモータールームと、はい、あ、いいですか、はい。はい、あの、足元もあんなんか、すごい。あの、足元、あの、組子の模様がね、こんなグラデーションで。照明も綺麗です、ね。はい、うわ、これはバッテリーどっちの方なんですか？あの、大きい方ですか？これが65キロ。あ、65の方ですか？なんかオレンジ色の配線がなんか電気自動車のイメージありますね。あ、スペースも非常に空いてますよ。すごい、ありがとうございます。リア、後ろもいいですか？こう外装写真撮っていいんでしたっけ？外装の写真は、じゃあちょっと今、はい、お開けいたします。はい、すいません。
それはあれなんですか、こうキックとかそんなんではなく、ね、キック動作でも回転というのは収納が段階式の収納になります。ここは映しちゃダメなんですね。はい、これは、はい、OK、 ありがとうございます、はい、こちらボタンで、はい、分かりました。ぜひご紹介してもらいましょう。ちょっとあのハザードどんな感じで光るか見てみたいなと思って。ハザード、あ、こんな感じでつくんか。こういう感じね。インテリジェントアナルタム